間違いありません。ここです。画質を使っていた痕跡もあります。じゃあ一緒に手がかりを探そうか。はい。この紙、これは伝統的な白玉同士という紙で、きめ細かくて筆が乗りやすい上にぼかしの出方も綺麗で、繊細な感情や情景を描写するのにとっても適した紙なんです。慶南の雲山交流図に義林の再慶早春図、古来より数多くの名画にこの紙が使われてきました。あ、すみません、話がそれてしまいましたね。あれ、この紙パッケージにセールの表記が。はい、白玉堂は毎年決まった時期にセールを行います。ここにある紙は私が2日前にセールで買ったのと全く同じパッケージなんです。おそらく同じ日に買われたものだと思います。でもすでに半分使い切っている。きっと事件の直前までずっと徹夜して書いていたのでしょう。紙を変えると作品の仕上がりが変わるんです。つまり紙の異なる性質を利用することにより作品の雰囲気に変化をつけられます。白玉同士は私にとってもお気に入りの紙ですよ。とはいえ今はセールの時に買いだめするしかないのですが。この質、もはや買わない理由なんてありません。私はセールの時にいつも箱買いしてます。運ぶのに丸一日かかるとしても十分お値打ちなお買い物です。いいんですか？じゃあ、本当にお願いしちゃいますよ。私たち画家としての方向性は同じなんです。完成した作品の出来もさほど違いはありません。手法こそ違いますが作画にかかる時間もほぼ同じです。だから明賢さんが制作にかける時間は大体わかります。絵筆を手に取った途端狂ったように描き始め、満足する絵が完成するまで描き続ける。画家ってこういう人ばかりなんですよね。
旅を共にしてきたこれが私と世界のつながりを証明してくれる。そうでもないですよ。この作品は筆の進みが遅く、落ち込んでいた時に書かれた。対してこちらの作品は筆運びが軽やか。きっとこの時は心身ともに晴れやかで集中して書き上げたのでしょう。画家は自分の気持ちに気づいていない、あるいは気づいていながら作品に影響が出ないよう心がけていますが、やはり気持ちはどうしても筆に残り、見る者に伝わるんです。はい、画家にとって絵は心の窓のようなもの。言葉にできない言葉を絵に込めるんです。とはいえ、明慶さんがずっと同じ絵を描き続けているのはおかしい。絵の描き方も以前の明慶さんと全然違います。碧波西山の影は窓に映りて、千岩万国無境に連なる。世は演歌の夢を溶かし、描きし演歌は己を溶かす。この絵は雑賀山巨図といって、雑賀省から望んだ遠方の景色を描いたもので。ああ、いつの間にか絵の具が。あれ？払ったら一瞬で落ちた。普通の絵の具ならこんな簡単に落ちないのに。確かに墨と絵の具を何度もすすいだ後に残ったシミのように見えます。もしかしたら思いついたアイデアを残すためにこの服を使ったのかもしれません。私もたまにやるので、外でスケッチに夢中になっていると紙が足りなくなってしまうことがあるんです。布は昔の画家にとってのキャンバスですからね。なので服はその場しのぎの画材として申し分ありません。もちろん洗っても絵の具がきれいに落ちることはないのですが、この機会に異なる画材の表情を知ることもできるんですよ。
どうして？三角は光流で書画を扱う有名な美術賞です。そこで絵を扱われるようになった画家は高い名声を手にすることができます。さんは彼らと協力関係を結んだようですね。しかも何かトラブルがあったみたい。でも私、他にもちょっと思うところがあって、自分の作品が気に入らないのは創作者のサガです。私も同じような気持ちになったことがあります。なんとなく他人の作品の方が優れている気がして憧れたり、その人を超えようとしたり。新たに作品を仕上げても、次の日に見るとやっぱりうまく描けてないなって感じたり。まだいける。このまま頑張って修正してみようとか。ダメだ。これじゃ頼んでくれた人に迷惑をかけちゃうとか。書くときの頭の中はいつだってこんな感じです。創作していないときまでこうした考えにとらわれてしまうことだってあります。これは道を踏み外してしまう原因になるんです。私にも
スランプの時期がありました。でもだいぶ経ってから自分がどうしたいのかだんだんと分かってきたんです。一番大事なのは自分の気持ちを大切にして心の声に従って創作すること。でももし私がスランプに陥っている時にメイケンさんと同じような壁にぶつかっていたら正しい判断をしていたかは分かりません。メイケンさんは脅迫され苦しみながら助けを求めていました。だから彼女のために事件の真相を明らかにして助け出してあげたいんです。自作の絵の具に見えますが、どうして植物が使われているんでしょう。私の知らない配合でしょうか。煎じ薬のカス。メイケンはここ最近薬を飲んでいたんだろう。これは薬を煎じた後に残ったカスで、片付けるのを忘れたんじゃないかな。これを煮ると薬に。そっか、薬局にあったあの植物はインテリアじゃなかったんですね。あ、私は薬を煎じたことがなくて。体調を崩しても数日我慢すれば自然に治りますし。昔家族が薬をくれた時はいつもそのまま飲んでいたので煎じる必要があるのを知らなくて。すみません、世間知らずで。落ちた場所からして花瓶はあの棚の上にあったってことだよね。
あと棚が動いた跡がある。きっと何かがぶつかって元の位置からずれた。それで花瓶が落下したんだ。ここには水たまりもできてる。まるで水槽の水がこぼれたみたい。あれ？グルッポの跡に似てるけど。わかった、そういうことか。この推理を披露すれば漂白者さんもきっと驚くはず。飛び出したグルッポは花瓶にぶつかり、紙の山に突っ込んでしまった。そして叱られるのを恐れて窓から逃げ出したのです。え、グルッポを飼う人っていないんですか？昔家の壁一面がガラス張りで、その中で何匹も飼っていたんです。ごめんなさい、私の調査全然ダメダメでした。じゃあ引き続き推理を進めてみます。あ、はい。でもああいう絵筆で描かれただけの幻影はあまり長く維持できないんです。あとこの能力を使うのは久しぶりで。はい、日常生活では共鳴能力を使う必要ありませんから。それに絵を描くときは自分の本来の力だけで描きます。能力を使えば作品を鮮やかで華やかに彩ることもできますし、それでだんだんこの能力は使わなくなったんです。でも真相解明のための調査なら使ってもいいかなって思って。はい、それは間違いないかと。